癒しですね。いえいえ、かわいい、ありがとうございます。こんばんは、今日もかわいいぞ、ありがとうございます。じゃあ目が、はい、はい、こんばんは、5度目ましてありがとうございます。ありがとうございます。ではテロップを入れていきたいと思います。こんばんにょーにょー、あ、間違えた。カムカバーさん、お、かき氷。かのんちゃん、こんばんは。調子、体調はどう？グッド。体調はグッドです。こんばんは、木澤さん。コウジさんもこんばんは。ナイトランナーさんもこんばんは。ランギンさんもこんばんは。今日もお美しい。いえいえ。いえいえ。とも太郎さん、バラのお花ありがとうございます。バラが。我が家に咲きました。今日も楽しみだよ、頑張ります。今日も配信をやっていきます。イエーイ、配信スタート、イエーイ。あ、じゃあちょっと待ってくださいね。はい、今日のテロップはお話ししましょうです。はい、皆さんカノンとお話ししてください。お願いします。チョンボ博士、博士、博士、博士さん、こんばんは。こんばんはです。こんばんは。はい、お話ししましょう。ありがとうございます。お話ししましょう。ありがとうございます。お話嬉しいです。本当ですか？よかったです。トップさん、こんばんは。こんばんは。はい、ではね、あ、そうだ、まず最初にまずちょっと真面目なお話というか、またね、コロナがもうすごい大変なことになっていて、緊急事態宣言も全国に出ちゃって、本当にちょっとこの先がね不安なのですが、はい、なのですが、まあ、皆さんこう頑張って3密を守って、マスクをつけて、手を洗って乗り切りましょう、頑張りましょう。はい、そのために気分を、今日の配信もね、上げていく。そしてちゃんと守ることは守るということで、対策ソングをいきます。うーだね。はい、ありがとうございます。うーをまず最初にやっていきたいと思います。今日はいい感じに始められるように頑張ります。あめちゃんさん、本当いっぱいありがとうございます。イエーイ。はい、コンコン、ていちさんこんばんは。こうすけさんもこんばんは。新座のハイジさん、ご時間とありがとうございます。今日も配信ありがとうございます。こちらこそ来てくれてありがとうございます。いい感じにいきます、頑張ります。では準備をね、こうすぐ始まっちゃうんで頑張るんです。いきましょう。あ、ちょっとちっちゃい。おでで、全然いい調子じゃないですが、もう一回頑張ります。はい、よし、3、2、1、ゴー。おでで、ハロー、一緒に、ハロー、ゴシゴシ、あわあわ、ゴシゴシ、あわあわ、うー、
ありがとうございました。よし、楽しみましょう。今日の配信も聞いてくれてありがとうございました。これオリジナル、そうです、ピタピタかわいいありがとうございます。そうオリジナルで、あのこれはあの iPhone のガレージバンドを使って作ったんですけど、楽しい、よかったです。楽しくね、気分を上げていきましょう。そうこれはあのガレージバンドで作ったんですけど、そうあの前回の配信とかでもあの DTM について聞いてくださる方が、聞いてくださる質問があの結構あったので、最初にちょこっとだけね、あのその昨日はうまく説明できなかったので、あのお父さんにあの聞いてきたので、はい、それをちょっと紹介したいと思います。50回のありがとうございますね。あの DTM をやらない方とかにはね、全然ちょっとね、何の話ってことになっちゃうかもしれないんですけど、あのカノンも詳しいことは全然わからないので、あのわけわかめなので、はい、あのわけわかめなので、はい、そのカノンも聞いたお話をお話しすることになっちゃうんですけど、そう作れるんだ天才、いえいえいえ、そうこの作るっていうのもなんかガレージバンドはなんか結構操作できるようになってきたんですよ。だけど DTM のあのプロツールスっていうのを使ってるんですけど、プロツールスはあの難しいあの操作もいっぱいで、でなんか曲を作るにしても、あのお父さんにね、こうこの音を出したいんだけどどうやったら出せるのってこう毎回聞いたりとかしながらあのやっているので、はい、あの全然詳しくないんですけどともあきさん50回のありがとうございます。たかゆきさんも50回のお知りありがとうございます。あ、おうおうおう、わけわかめ、そう今日の夜メーテレで SK48 のダンスの番組が始まる、でも深夜だから録画よくした方がいいかも。ありがとうございます、情報ありがとうございます。懐かしいですか、これは理科の先生が言ってたんです。はい、そうすごい面白い理科の先生がいて、そう1年生の時なんですけど、中学校のもう本当面白くてわけわかめって言ってました、ずっと。リノッツさん50巻とか完了ありがとうございます。こんばんは、こんばんみ、プロツール使いこなせできることが広がる、そうですね、それはまだお勉強中なんで、今日はあのお父さんがもともとあの何だったかな、 TM ネットワーク皆さんご存知ですか。あのね、カノンが最初知らなかっただけであの有名なんですけど、はい、1月以来名古屋に来てなくて辛いです、ここが癒しで、あ、よかったです、ありがとうございます。そんな風に、こんばんは、メロダインってソフトおすすめだよ。メロダイン、ちょっとね聞いても全然ねこううまく活かせないんですけどはい、メロダインをその TM ネットワークですね、大好きですかそれがまずあの小室さんのやつですよね。それがあのお父さんがあの大好きで、昔あの大好きで、今ちょっと小室さんはねいろいろあるかもしれないけど、その TM ネットワークが大好きで、そうそれでなんかこういうちょっとその小室さんのミュージックっていうのかなが好きで、こういう何プロツールスとか使ってこの曲を作っていく感じが、あのお父さんがもともと憧れていた感じなか、憧れていたと聞きました。そう憧れていて、そうで憧れていたから、そのままお父さんも大人になっちゃったけど、そのカノンがこういう音楽とか曲作りに
曲作りに挑戦してみたいっていうこと、それになったので、そうお父さんとも協力してといいますか、教えてもらいながら一緒に楽しくやってるんですけど、なのでこの今いっぱい機会があるんですけど、こういうのをこういじったりとかするのがすごい得意、好きなんですけど、お父さんはそうそう、でこの全然親孝行とかなってるか慣れてるかは分かんないんですけど、いっぱいやっていく中で、そうカノンがやるためにっていう風に言って、お父さんはいろいろ買い揃えてますはい、自分でもそうやって言ってました自分でもそうやって言ってました。話し合うかも、小室哲哉のあのシンセとか持ってそう。え、シンセ名前も素敵ですね。名前ですか、ゲットワイルド。お父様 EOS を持っていたよか、 EOS。 え、めっちゃわらわらそう、一緒に教えてもらえない。なのでカノンは機械にはすごく弱くて、その曲を作ることに関してはなんか自分でこういう曲にしたいとか、こういう音を入れたいとか、そういうのはすごい自分で作るんですけど、はい、それを反映してくれるのは聞きながら手伝ってもらいながらですDM ネットオタク50様だ&2週カノン終了、ありがとうございます、ありがとうございます。沢田とカノンが出てきた。曲は TM ネットワークさんの曲はなんか TM ネットワークさんの曲としては知らないけど、多分お父さんとかが歌ってるかもしれないから、普段そう、それでその曲知ってるっていうのはあるかもです。シンセ落ち込むのはなんかこのこれね、画面に出てきて、ここだけ切ったりとか、ここを録音したりとか、いろいろ何個も重ねられたりとかっていうことは知ってて挑戦してます、自分でも。だけどもっといろいろなんかこの音を出したいとかはできてないです。はい、打ち込む弾いたりして入るんですけど、音が弾いたりするのはカノン頑張ってます、ピアノとか。小室進行エンジニアの違いか、あそうかもしれない合ってるかな。こんばんは、今日の髪型もいいね、ありがとうございます、ありがとうございます。今日の髪型はちょっとなんかさっきからここにピョッと出てるのが気になりますが、はい、ちょっとくるくるっとしてます。ゲットワイルドだろう、それすぎちゃう、ワイルドだろう、ワイルドだろう。今日は植木が後ろにないね、あ、そうなんですよ、ここにいます、今手が届く範囲に。絶対音感、いえいえないと思います、ないです。外はね、こんばんは、あれ外はね、あ、外羽だ、外羽、そうです、外羽です。はい、ではちょっとねこの DTM のことについてカノもよく分かってないので、お父さんから聞いたことを、皆さんが質問してくださったことを答えていきたいと思います。昨日の説明できなかった部分とか。ナナのおじさん、はじめまして、コメントかな、はじめましてコメントかなちょっとねお名前を呼びます。ナナ、これでナナって読むんですか、すごい、なんだっけ、アバターもおじさんになってますよ、飛んでる飛んでますね、
岩沢さんお疲れ様、ラジオネーム恋するうさぎちゃんこと木村たけです。今日も来てくれてありがとうございますワクワクお勉強だね。そうちょっと棒読みになっちゃうかもだけど読んでいきます。はい、まずノートパソコン、ノートパソコンはHP のスペクター15、スペクターって読むのかなこれは。はい、そういう感じのお名前のやつです。はい、そして CPU はCPU はインテルのCore i7 第8世代ですね。はい、8世代、あもう第何世代って聞くともう第7世代しかカノンの頭には出てこないんですけど、はい、お笑いのね、お笑い芸人さんの第7世代を、このパソコンは超えていきました。はい、あとメモリは16ギガです。はい、じゃあノートパソコンはこんな感じ。それでキーボードはあのアートリアのキーラボ61マーク2。こんばんは、お腹が鳴ってきた今日もやばいやば、こわ。はい、あちょっと読んでいくだけになっちゃって申し訳ない。鍵盤がね61個あって、そうこれは知ってます、60個あって、その61個ってことです。はい、それであとは白いスピーカー、あお名前が思い出せなかった白いスピーカーのお名前はヤマハの HS5 というやつです。スタジオモニタースピーカーです。お笑いか10万円支給で、何に使う、わかんないです。16ギガですとねっとりさん出ます。ねっとりさん、ねっとりさん、ちょっとね、ねっとりさんもこのちょっと噛んじゃうとあれの遅くなっちゃうんで、あの読み終わったら行ってきます。はい、行ってきます、あ食べていきます。はい、ねっとりさん準備完了。そしてあとはあインターフェース、これもねあのお名前が思い出せなかったんですよ。インターフェースっていうそれぐらい なんですよ、この機械に関しては全然。はい、であのこれのお名前がローランドっていうんですけど、もうカノンの頭の中にはあのホストのローランドさんしか出てこなくて、はい、まあ、こういう感じですね。もう出てくるものがそっちに行っちゃうんですけど、違う方に。これはラミックスって読みますか、RUBIX の24 USB オーディオインターフェースです。はい、そしてマイクはあれですね、これかな、これも一緒か、こっちこういう形の方のマイクはシュアの SM58。 はい、でこれはあれですよ、これはあの2本あります、すぬちゃんとカノン用で2本あります。そっちかいオーテクくんシュア、そうで、あとはですね、あとこっちのコンデンサーマイクっていうんですかね、はい、コンデンサーマイク、こちらになります。こちらはオーディオテクニカ、これをあれですね、当てられましたね昨日の配信で、AT2020USB プラスです。プラス。あとはねあとモニターがいっぱいあるっていう風に言ってもらったんですけど、あの大きい方のこのモニター、昨日の配信をちょっと頭で浮かべてもらって、大きい方のあのモニターはあのノートパソコン、さっきのノートパソコンに
つなげて、つながってて、あのマルチディスプレイになってる、はい、で DTM をするときに表示画面を拡大するといっぱいウィンドウをいっぱい開いても見やすい。あ、これはね、カノも何度か目にする景色です。いっぱいこうなんかいっぱい四角がいっぱいあります。ゴリラのローランドさんしか出てこない。ゴリラ、なるほど、今来ました。おじいさんお呼び方合ってますか。ありがとうございます。そう、今はちょっと答えているところです、昨日の質問とかに。はい、でソフトはそうプロツールです。でリズムマシンは今日あれです、ちょっとあの紹介します。後で触りながら名前だけ言っとくと、これはあれ同じですね、アートリエのスパーク LE で、あとはねヘッドホン、お前ちょっとやったかな、ヘッドホンになります。こちらがヘッドホン、はい、これは MDR-CD900ST です。はい、四角がいっぱいって覚えてます。二窓のというやつ、あ、二窓有名なやつですね。そうですね、こちらは有名なやつですね。これはそのカノンが歌を習ってたところでも見かけたりとかする、この定番有名なやつですらしいです。はい、こんな感じです。はい、こんな感じですかね、ざっとこんな感じのものがいろいろあります。いいやつだ。パパンヌの趣味ですか。あ、カノンが音楽制作用にって言って揃えてくれてますけど、お父さんももっともっとこういうのに興味があってという感じです。素敵な音楽活動の環境、そう本当に何ちょっと準備万端というか揃えていただきました。これを使いこなせるように頑張ります。カノンはめっちゃ定番のヘッドホンだよ。めっちゃ定番です。この子は定番さん。はい、音楽環境は良き、そう頑張ります。プロ仕様、機材紹介ありがとう。あ、こちらこそ、あのね、あの聞いたものを読むだけになってしまいましたが、こういうものがあります。こちらこそありがとうございました。アートリア好きなんだね。ね、アートリア2個ぐらいあったかな、なんかお店の人とかとお父さんとかと相談しながら揃っていきました。そう、それでなんだろうな、今日は、あ、そうだ、あのリズムマシン、そうリズムマシン、さっきちょっとあのお伝えしたんですけど、いいお母さんだお母さんじゃない、お父さんだ、いいお父さんです本当に。そうで、あのリズムマシン、こっからはあのカノンでも楽しめるというか、そうさっきはちょっとハテナな単語がいっぱいだったんですけど、沢田さんこんばんは、こんばんは、阿部ちゃんさん頑張らないとね。はい、頑張ります。そう、頑張るというか慣れるという感じで、今日はリズムマシンを使って遊ぶというか楽しんでいきたいなって思います。昨日機材映してたの見てなかったな。あ、本当ですか。そう、昨日はなんかあっちの方で撮ってたので、そういっぱい映ってました。機材お高いんでしょう。あ、お高いと思いますはい、遊ぼう。はい、こっからはちょっとね楽しんでいきましょう。はい、どうやって楽しんでいきたいかというと、今日は太鼓の達人、あ、近いです、とても。え、太鼓の達人はちゃんとやったことがないので近いですって言えるのかわかんないけど、そうリズムで遊びましょう。今日は中学校から入れてます。本当ですか、一緒ですね。はい、じゃあ音量をちょっと
消えて押します、ドン。え、はい今ちょっとすっごい適当にできましたが、なんかいっぱいボタンがついていて、もつじさんこんばんは、こんばんは。今はこんな音がします。ぴょんぴょん、ぴしゃばちてて、ぶんどんでん、シャンシャン。はい、こんな音がありますね。カエルの歌ぐらいしかわからない。もういい、全然もう、そう、今日、今からはちょっとリズムで遊んでいくので、全然もう大丈夫です。こんばんは、ぴょんぴょん、ぴょんぴょん。これかな、ぴょんぴょん。はい。で、どうなんだろうな、これを多分使ってる音があるんですよ、このリズムのパターン。そう、それを今からちょっと流したいと思います。マリオポンポンできたかなこれもね、なんか、うん、一時期めっちゃハマって、めちゃくちゃとハマって、そうやってました。笑顔好きです、ありがとうございます。 We will we willLock you 電子ドラム、電子ドラム、はい、あのなんかリズムマシンです。ボイパーかな、ボイパーはできないんです、できないですかわいい。はい、ではこれを組み合わせたのを流してみます。はい、流すのは大きくないと、これぐらいか。用意スタート。今見に来ました、こんばんは、こんばんは。てんてんてん、あれ変わるかな。ちょっと変え方が分かんないです。じゃあちょっと違うのも鳴らしてみます。いい音、そう、ちょっと違うのもね。こんな感じですかねこんな感じです。はい、なんかいろいろ流れてますが、こんな辺でちょっとこっからね進歩させることができないので、カノンには、はい、リズム遊びは終了といたします。宇宙から届きました、なんかそろそろやめてよって言っておりますそうわーわー言っておりますが、はい、わーわー言っておりますが、そう、リズム
リズムはこの辺で終わりたいと思います。ちょっとね進歩していけないんで、はい、最後はなんか宇宙から来ましたね、何かが、何かを受け取りました楽しいですか、はい、じゃあここからはね今日のテロップはお話ししましょうということなんで、お話をいっぱいしていきたいと思います。今日も安定の可愛さいい音楽の先生みたいな雰囲気が合う合う、音楽の先生、音楽の先生、キョータンさんさんこんばんは、お話イエイ、そうお話ししていきましょう、こっからは、はい、お話、話何しましょうか、ちょっとではクッキーを食べていきます。止まってない、停止停止、 OK、 ねっとりタイム、そうです、ねっとりタイムしていきます。後ろの絵は何、はい、後ろの絵はユニコーンです。まずあちらがピンクのユニコーンさん、そしてこっちが、あ、映ってないかな、カラフルなリンゴさん、そしてそれぐらいかな今映ってん、あ、こっちはなんかアイスクリームの上に女の子なのかな、ギターを持ってる女の子かなが立っております。よく聞く音楽は最近は SKE をいっぱい聞いてるんですけど、あとはうん、あのミレイさんっていう方を聞いておりました。ネットリタイム来た、ネットリタイムある、あ全然全然、カノンが書いたの違います、カノンはあんな上手に描けないです、あんな素敵な絵は描けない。いつもゼリーがついてるクッキーが好きなの、僕はザラメの砂糖がついてるのが好き、あ、ザラメ？カノンは今ここにねっとりクッキーしかないので、いつもねっとりクッキーをやっており食べております。ミレイさん？ミレイさん？ミレイさん？声が心地よくて昨日は土で寝てしまった、え、ダメですよ、起きててください。ミニコンぼーっとしすぎ、ユニコーン、ユニコーン、キャラ弁のキャラ作り困ってますか、シナモンロールとかどう、シナモンロール作っちゃったんですよそう、他になんかないですかね、よく使う湿布は何ですか、何だろう、特に決まってないかな、でも湿布は本当に臭いですね本とか読むの？本は、読まないかな。本読まないです。シガーロースがどうとか、どうっていう、ミレイさん。シガーロース。そう、最近はちょっとあんまり聞けてなくて、あの好きだと言ってしまえばのミレイさんです。ねっとりクッキーだけなので、そうなんです、ちょっとねっとりクッキーを食べ終えないことには新しいクッキーは来ないかもしれません。お疲れ様、仕事終わって今、あ、仕事頑張って今終わりました、お疲れ様です、お疲れ様です。絵本読んでほしい、あ、絵本読みますか配信で絵本、シナモンロール作ったんです、作りました、載せてなかったかな、そう、シナモンロール作っちゃったんです。え、でもうまくなってるかも、もう一回作ったらどうだろう。仕事終えて今来ました、お疲れ様です、お疲れ様です。 QD4 さん、バラのお花ありがとうございます、かわいい。ミレイさんって言ったのかな、はい、あの表記はこっ
これ合ってます。ミレイさん、ねっとりクッキー絶対、そうなんですよ、まだ結構いて、ねっとりクッキー、そう、 なんせ2種類あるので、そう、常備してあります。原哲さん、だるまさんありがとうございます。ポーズを決めます。だるまさん、よくわかんないや、だるまさん、バラの花、あとは卵、ハート。絶対忘れてますね、次には。こんばんは、こそばんそうこ、こんばんは。配信画面から AC のマイナスイオンが出てますよ。本当ですか？そんなそんな。ニョハさん、昼間配信してたけどやっぱ似てる。本当ですか？いえいえ。お、別のクッキーもあるのね。あ、チョコレートあります。チョコレート女子力高い。いえいえ、アンニョン、アンニョン、アニョンって何ですか？でもさん、ハートありがとうございます。よければ食べますけど、 ありがとうございます。ちょっとじゃあちょっと協力していただいて、はい、お願いします。食べてください。ありがとうございます。ありがとうございます。キテレツ大百科のコロスケは知っていますか？キャラベ、あ、コロスケ、メモっとこ、コロスケ、コロスケ、キテレツ大百科、調べてみます。そうで、作れそうだったら作ります。でもさん、ハート100個ありがとうございます。ハートが100個いただきました。ふみふみさん、仕事終わった、今から見る、ありがとうございます。お仕事お疲れ様です。アンニョンハセヨ、アンニョンハセヨ、全然喋れないですよ。アンニョンハセヨ、美味しそう、食べました。美味しいですよ、ねっとりなんです、ねっとり。たかしさん、かわいい、ありがとうございます。気のせいかな、なんかちょっと前よりしけってる気がする。ねっとりクッキー。うんうん、喉にきた。阿部ちゃんさん、お団子、三色団子ありがとうございます。いただきます。ありがとうございます。急がないでね、ね、ちょっと急いで食べるもんじゃないですね、ねっとりクッキーは。私はサブリーマン、え、サブリーマンですか？コーヒー飲めますか？コーヒー大好きです。今日も飲みました。コーヒー大好きです。本当にコーヒー、あのコーヒーは修学旅行の時にホテルに泊まったんですけど、お友達とそのみんなで、そう、女子部屋で泊まって、そう、その時にコーヒーが置いてあるじゃないですか。そのコーヒーを飲もうって言ったら、大人だねって言われたんですよ。で、私も飲むって言ってくれた子がいたんで、一緒に飲もうってなったんですけど、その子が飲めなくて、で、結局カノンは2杯も飲むことになってしまったんです。こんな大きいカップのやつを。そしたら全然寝れなくて、夜もう目がさえさえで、楽しかったのもあり、コーヒーの効果もあり、全然寝れなかったっていう、ちょっと辛い。本当はぐっすり寝たかったんですけど、全然寝れなかったです。他に好きなお菓子はありますか？お菓子はチョコも大好きだし、うん、あと抹茶のクッキーとかチョコも大好きだし、あとお菓子ですよね。お菓子だとなんかポテトチップスも好きだし、いろいろ好きです。わ、いっぱい書いてある。食
覚しゅ、きゅ、しゅ、嗅覚、聴覚、味覚、視覚、最後がじ、つる、つる。本当10巻ありますね。マジ本当ですか？そう、女優さんも夢です。何を食べてるんですか？ねっとりクッキーです。はい、ねっとりクッキーです。大人、大人、お団子山盛り。お団子いっぱい、お腹いっぱいになっちゃう。ねっとりがパサパサになっちゃった。ちょっとね、しっとりしてきた。なんかしきっちゃったのかな。美味しいです。まだ美味しいですよ。コーヒー飲めないなの？本当ですか？コーヒー美味しいですよ。飲めないですか？コーヒー飲めるなんて、こうやってまうやろ。え、コーヒー大好きです。あら、あれコーヒー2杯はね、そう、本当にコーヒー2杯はやばかった。ほっこりエピソード、いい。大変だった、本当に寝れなくて。修学旅行どこ行ったの？修学旅行は、修学旅行はな、行って、あの某でかい遊園地。抹茶濃い派ですか？濃い派？あのね、抹茶はこういう派です。味覚、あ、鶴のやつか。味覚、抹茶味のキットカット美味しかった。抹茶味、抹茶味食べたかな。絶対美味しいですよ、キットカットの抹茶なんて。ねっとりクッキーとは、あの、今いつもショールームの時にお腹が空いちゃうんで食べてるんですけど、そう、このやつ、しっとりクッキーが、しっとりクッキーじゃない、ねっとりクッキーなんですけど、この中に入ってるジャムがとっても、このね、赤いところがねっとりなんです。はい、あ、コメントが。ふふ、かのんちゃんと同い年の大谷ゆきちゃん、うんうん、知らなかったみたいだから、キテレツ大百科。そう、あのさ、なんか今これかもしれないっていうのを思いつきました。あの、なんか分厚いですか、その本は。キテレツ大百科。そしてキャラクターは白いですか？カノンは白が似合う。本当ですか？白、今日の洋服は白。好きなフルーツ第3位は、フルーツは、そんな悩むとこじゃないですね。フルーツはブドウ、パイナップル、イチゴだと思います。あのちゃんも頭の中ねっとりで混乱してるね。ねっとりクッキー食べると頭もねっとり。ダメですね。朝ドラヒロイン感あるね。いえいえ、嬉しいお言葉です。本当に抹茶なら濃い茶飲める。濃い茶、すっごい濃いやつ飲んだことあります。ドロッとしてる感じのやつ。江戸時代の本着てるやつ。意外にマンゴー。マンゴーか。マンゴーは普通ぐらいかな。普通ぐらいかな。サクサクよりねっとり派。はい、ねっとり派になりました、このクッキーと出会って。うん、美味しいです。よし。
ジョニクッキーもうちょっと食べてる時は幸せそう、幸せです。1日クッキー何個までって決めてるの？決めてないです。決めてない。安定のカノンイヌミ、そうカノンのイヌミ、カノンマグ、もぐもぐ美味しいですよ。そう、何枚とかは決めてないんで食べ過ぎないように注意ですね。じゃあ1枚食べちゃうね、食べちゃうね。よし、ごちそうさまでした。ネットに書き、ごちそうさまでした。お父さんとの反省会の議題がないの。え、本当ですか？ありますよ、きっと。ぜひみんなでご飯食べる。あの、なんかそのお昼のお弁当とかはそうみんなで食べたけど、そのまだね、最近はコロナで全然行けてないし、あとはあのレッスンの後とかだとあのね、あの先輩年があの上、高校生以上のそうメンバーとは、そうあのカノンがまだ中学生だったから、そのね多分年齢的にも誘いづらかったのもあったと思うんで、まだ食べれてないんです。食べたいです。だからカムカマさん、カノンちゃんを見て僕はまだ夕食を食べてないことに気がついた。食べてないですか？カノンも気がついてない。カノンも食べてないです。昨日の漫才自己採点は昨日ね、この前の漫才は0点かな。あれはねもう漫才じゃないかも。寿司エメバ、そうなんです。かのんちゃんの笑顔と声の可愛さで胸が震える。いい、そんなそんな。ドキは大人多いし、みんなそう、お姉さんがいっぱい個性的個性的、本当に個性的。キティズ大百だけじゃなく藤子不二雄先生のアニメキャラがキャラ弁にいいかも。ドラえもんとか、あ、ね、合ってるかもね。スコロスキー今思い出しました。多分あのちょっとまん丸でお化けみたいじゃないですか、コロスケさん。コロスケさんなんか鼻かどっか赤くなかったですか？合ってますかね。コロスケなり今どんなレッスンをやってるんですか？今はレッスンとかもあのそのみんなで集まってっていうのは全然面だけじゃなくて、レッスンが全然できてない状況です。ちょんまげかな。そう、そうですね、その辺も攻めていきたいですね。できるかな。おしりなっちゃう、まげ。そう、あとはね、今日は、あ、そうだ、今日はあのもう一つやりたいなって思ってることがあって、今日の配信の間にあのピーチソーダをあの前回歌わせてもらったんですけど、だいぶちょっと前に、そう、そう新しい方も増えてくれたんじゃないかなって思うので、今日はピーチソーダを歌いたいと思います。はい、ゴリラっていうジャイアンみたいなキャラクターもいるよ。コロスケ、コロスケ、コロスケ、
豚ゴリラ？その内容までは知らないけど、なんか絵だけ見たかも。ピーチソーダ、イエーイ、やった。ピーチソーダありがとうございます。ピーチソーダ歌います。ピーチソーダ再び、あ、そう、じゃあちょっとだけピーチソーダを説明しますね。ピーチソーダ、ピーチソーダはこちらです。ピーチソーダ、ピーチソーダ飲みたいな。ピーチソーダ美味しいです。カノンライブ初めて来ます。ぜひ聞いてください。ピーチソーダは、豚ゴリラはそう呼ばれても怒らないやつ。いいやつ、いいやつだったのか。はい、これはあのカラオケができてるんですけど、これはあの森田よしおさんにやっていただきました。もう私にはもったいない方です。そして歌詞はザザッとこんな感じですね。はい、と恋の、恋のわがままな感じ、認めたくない感じを表現しております。こんばんは。おお、すごい、いえいえ。ね、この辺とかちょっとすごいわがままな感じ、そうが出しております。そうだ、だからきっと弾ける曲だ。そう、最初に弾きます。彼女がもったいなくない人になろう、頑張ります。これは期待大、頑張ります。では歌っていきたいと思います。準備して、編曲は、うん、森田よしおさんです。シンガーソングライターのかのちゃん、かのちゃんも待ってるよ。今日今から歌います。ワクワク。ではちょ、マイク、マイクを使って歌っていきます。ワクワク。タモリさん、え、なんでタモリさんですか。タモリさんタモリさん、森田さん森田さんです。イエイ。後ろの絵はあの彼女じゃないです、買ってきましたそう、お気に入りです。いいなと思ってお家に連れてきました。楽しみ、頑張ります。うん、お茶を沈めとこう。うん、あ、でっかい。あ、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 あ。はい、スタート。
の香りを認めないの悔しいから、だけど君に惹かれて目が合うのは私からじゃない、君が目立つ人だから。恋なんてしてないの、好きな人なんていない、君のせいで私今困ってるんだ。ちょうど嘘をついたの、桃の香りはすごく甘くて私認めないの悔しいから、だけど君に惹かれた、まだ気持ちは知らなくていいから、もう困らせないで、あと少しだけ待ってて。ありがとうございました。はい。ありがとうございました。ありがとうございます。ありがとうございます。こんばんは。こんばんは。さとともさん、こんばんは。よかった、ありがとうございます。あべちゃんさん、ブラボー、ありがとうございます、ありがとうございます。いい感じ、よかったです、ありがとうございます。いい歌だね、よかった、ありがとうございます。本当にいい歌にしていただいて感謝感謝です。感動して、ありがとうございます、ありがとうございます。歌声が素敵です、ありがとうございます、ごちそうさまでした。こちらこそ聞いてくれてありがとうございます。よいしょ、ありがとうございます。パチパチ、何回聴いてもいい曲だ、あ、本当に嬉しいです、ありがとうございます。のんさんが歌い始めるとみんな聞き惚れて、いつもコメントが止まって、本当ですか。ありがとうございます。そうだ、飲みたくなってきた、飲んでください、ぜひ。初めて聞いたけどすごい良かった、ありがとうございます。ミュージックビデオの構想は、え、ミュージックビデオですか、どうだろうな、この曲どんなミュージックビデオになるんでしょう。ミュージックビデオいいもん聞かせてもらった。いえいえ、素晴らしい、なんていうか高音が少し鼻に鼻に少しかかってて抜けていく感じが、うおっと、ありがとうございます、ありがとうございます。ミュージックビデオ、あ、でもやっぱりこれはちょっと
あの学校ですね、学校がカノンの頭の中では舞台になっています。このまま寝ちゃっていいから、ダメです、起きてください、起きてください。どの辺かな、なんかなんかちょっとね、まだ恋に慣れてないというか、そういう感じもあるし、あと噂話がそう出てくるし、と君が目立つ人だからって、そうなんか彼の中では教室の中でちょっとそう目立って見えてるっていう感じですかね。ライナーノーツ、静止の一メージを連想させる曲です。そうですね、ちょっとなんか夕暮れっぽい、夕日っぽい感じも感じます。こんなところですかね、ミュージックビデオどうでしょう、こんな感じで、はい。かのんちゃんのキーワードいいね、あ、本当ですか、よかったです。いつ頃作ったの、中2中3ぐらいです。中3かな。ちょっと喉が渇きました、すごく。歌ったら喉渇いた、めちゃくちゃ。いろんな歌詞を書いてみたいですね。なんか歌詞とかは、あ、そうだ、歌詞は結構いっぱい書けてるの、あの何メモネタ帳みたいな感じでいろいろ書いてるんですけど、なかなか曲にするのが難しくてって感じです。そう、ではそうだ、今日もう一つしとかなきゃっていうか、したいしようと思ってることは、あの明日の告知をしたいと思います。はい、ネタ帳って、そういろいろ、あ、このフレーズいいって思ったのとかをすぐパパパパって書いたりとか、スマホに入れてます。そう、明日の告知をします。はい、明日は昨日も言わせていただいたんですけど、なんとダンスをします。はい、ダンス配信頑張ります、イエーイ。常に駆けてみておくといいね。はい、頑張ります、イエーイ。そう、ダンス配信をするんですけど、その曲と時間をまだお伝えしていなかったので、それをお伝えしていきたいと思います。はい、めちめち沢田とカノンのダンス違いますよ。違いますよ、イエーイ、やった。そう、ダンス配信、ダンスを頑張ります。はい、まず曲を発表します。曲はドゥルル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 ン、そういうとこあるよねです。はい、そういうとこあるよねも今回は踊らせていただきます、イエイイエイ。頑張ります。激しく動くカノンちゃん楽しみ、激しくね、そうまさに SK のカノンで頑張ります。そういうとこ、そう、そういうとこあるよねをやります。そう、そしてあの時間を伝えると、時間は2回あるんですけど、第1回が朝の10時からです。朝の10時からで、第2回が18時30分からやります。なのでどちらかでも両方でもぜひ見に来てください。はい、ついにダンスか。はい、そう、ダンス2回もある。メモメモ頑張ってください、メモ。そう、第1回が10時から、第2回が18時30分から。朝の5時とかじゃなくてよかった。5時はねさすがに起きれないです、カノンが。
カノは起きれないです。おきまる今夜から好きなダンス番組始まる。あ、そう、さっきもそうなんですよね。どっちもだよね。はい、どっちでも踊ろうと思います。フロリダからも両方見れる時間でよかった。よかったです。2回公演、はい、2回やります。豪華タイムテーブル、そう、土曜日なので2回やります。明日は休みでよかった。よかったです。1部2部参加します。ありがとうございます。みふみさん、ありがとうございます。ダンスダンス癒しタイム、ありがとう。こちらこそありがとうございます。絶対見ます。ありがとうございます。頑張ります。そう、よし、仕事そう、見てくれるのありがとうございます。朝5時半だけだけどね。そうですよね、ちょっと早いですが、ぜひ見に来てください。衣装はどんなかな。衣装まだ決めてないです。決めてなかった。うん、衣装は全然決めてないです。はい、そうなので、この配信が終わったら明日の時間を入れておきます。それと、もう一個発表があります。もう一個は発表、まだ決定ではないんですけど、あのカラオケを流して踊るんですよ。はい、カラオケを流して踊るんですけど、カノンが踊っていると、あのね、カラオケが流れてることになるので、はい、あのもしかしたら、その寂しいのでスナちゃんが歌ってくれるかもです。はい、スナちゃんがカラオケで歌ってくれるかも。そしてカノンは踊ります。そんな感じになっております。明日の2回は戦国時代の鎧と兜で踊ろう。え、それもう大変じゃないですか。もうすっごい疲れちゃいますよ。おお、再登場。そう、もしかしたら歌ってくれるかもです。やった。普段のレッスン着でいいです。いいいいえ、レッスン着になるかな。なんでいいって言ったんだろう。そう、レッスンになるかもしれないし、はたまたまた全然違う感じのになるかもしれないし、姉妹共演になるかも。さらに、おお、すごいそう、すぬちゃん来る、来るかも。姉妹コラボだったら楽しいに決まってる。そう、まあ、すぬちゃんがもし来れなくても、カノンは全力で踊ります。すぬちゃん、何？あ、大丈夫ですか？すなちゃん、そう、すなちゃん来るかな？ゼッケン？あ、ゼッケンつけようかな？どうしようかな？全然まだ決まってないんですよ。開演。俺の推しすなちゃん、え、すなちゃんなんですか？すなちゃんなんですか？ケンさん。カレーライス作っとく。あ、ありがとうございます。喜びます。こんばんは、月見すまさん、こんばんは。衣装 SKE の制服か？ん？どうだろう。すぬちゃんもだけど、すぬちゃんの姉ちゃんも楽しみ。ありがとう、ありがとうこんばんは。すぬちゃんって誰？フルネーム教えて。フルネームは言えません。フルネームは沢田すぬです。沢田すぬ。すぬちゃん、ミレイちゃんも、え、ミレイちゃん、ミレイちゃんもミレイちゃん、そう、今コラボ配信とかは全然できないので、いつかしたいです。すぬ沢田、そう、すぬ沢田です。すぬちゃんは沢田すぬ。すぬちゃん、スヌーピー好きの3年生の妹さんです。はい、そうです、3年生の妹さんです。そう、前回あの一緒にハモリをやってくれたスヌちゃんです。スヌーピーちゃんでしょ。スヌーピーちゃん、そう、え、スヌちゃんスヌーピーちゃん、スヌーピーが好きなスヌちゃん、はい、スヌちゃんです。そう、なんかスヌーピーのことをスヌって呼んでて、私もスヌって呼ばれたいってなりました。なのでスヌちゃんです。はい、すぬちゃんはあのまだ仮です。
スネ太郎じゃないです。はい。スネ太郎じゃないです。スネちゃん不在で私だけでも、がっかりしないでください。本当ですよ。え？私だけでも？カノンだけでもがっかりしないでください。カノンがいればそれでありがとうございます。カノン、カノン頑張って踊るんで、ぜひ見に来てください。カノンちゃん、家はカノンちゃんって呼ばれてるの？家ではカノンって呼ばれてます。カノンって。トモトロさん、スネちゃん、オラちゃん、リスキチ、沢田、カノン、登場人物多い。あ、覚えてください。ガオマルもいます。青春の宝石上手だった。ありがとうございます。そう、ガオマルもいますよ。ガオマル。ガオマル。で。ガオマルさん。ガオマルさん、忘れちゃいけないヤッコファミリーたちもいっぱいいます。はい、登場人物いっぱいですよ。ぜひ覚えてください。忘れてた。明日が楽しみ。ありがとうございます。キュンさん、あ、スヌちゃんに会いたい。あ、もうスヌちゃん推しになっちゃってひどいです。スヌちゃんも推してほしいけど、カノンも頑張って踊ります。頑張れ、イケメン、そう、イケメン。イケメン。かのちゃん、すぬちゃん。尊すぎる。いいえ。キリンさん、名前あったっけ？キリンさんはイケメンなキリンさんです。キリンさんもいますよ。今、ハウスしておりますが。そう。この子たちと、あと、ヤッコファミリーたちはちょっと今コンパクトなので、ここです。イケメンなキリンさん、ふう、イケメン、イケメンなキリンさんです。イケメン総選挙、イケメンなキリンさんですかね、1位。はい、イケメンなキリン。ヤッコファミリーはあとペンギンさんもいるし、いっぱいおります。ほら動物多すぎ。そう、動物園みたいになってる今ここが。そう、ちょいわるパンダさん、ちょいわるパンダさん、パリピのパンダさん、ちょっといっぱい。新幹線さん、ちょっと体が曲がってきてる。懐かしい。確かに懐かしいですね。この辺は雨の動物、雨の動物園がたくさんだのよ、トントントン、雨の日くしゃくしゃ。そう、ぶりっ子アイドルうさぎちゃん、いっぱいいます。かのちゃんの生誕 T シャツそろそろ届くかな。あ、そろそろです。そろそろですか。そう、生誕 T シャツにもイケメンなキリンさんが載っております。イケメンなキリンさん、ここにドーンって、後ろか、後ろにドーンって載ってます。新幹線、新幹線名前も長すぎて忘れた。あ、そうそう、もうキャラが渋滞してるので、キャラ渋滞中の新幹線さんなんです。もういっぱいありすぎてキャラが濃すぎたので、キャラ渋滞中の新幹線さんです。キリンが似合いそう。本当ですか。キリンさんが似合いそう。嬉しいですね。イケメンになれるかも。ゾウさんはいないの。いないんです。ゾウさんはいないんです。ゾウさんはいないんです。新幹線の表示がなんとも悲しそう。え？これは疲れてるんです疲れてるんです。ちょっと疲れてる感じの新幹線さんなので、疲れてる表情です。次の SKE のシングルは新幹線とキリンさんのダブルセンターだよね。
新幹線さんとキリンさんね、そうそう、こうですね、ジャケットアルバムの写真こんな感じ。畑さん、イケメンゴリラじゃなくて、あ、オランマルバーン可愛いんです、ゴリラじゃないですよ、オラウータンのオラマルです、お願いします。昨日踊りましたか踊れましたか。じゃあゾウさんも仲間に入れてあげて。ゾウさん、ゾウさん、ゾウさん、ゾウさんね、来てくれたら仲間に入れます。そう、今ゾウさんいないんです。じゃあオラマル、オーラ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 全部吐き出して、オーラ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 フルセトレーション。新幹線さん、タバコ吸ってるのは歌、そういけない人ですねそう、大好きなんです、大好き、あ、大好きって言っていいのかな、そう吸ってるんです、はい。新幹線さん、なんだろう、疲れてるかな。後ろのユニコーン、後ろのユニコーンは、ユニコーンはもうあそこから動けないんです当たり前ですけどね、あそこから動けないんです。そう、かわいいオラマル、そういい綺麗、キラキラ、オラ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 全部吐き出せ、あ、じゃあ行こうか、全部吐き出せ、踊れ、あわら、動けない、そう動けない、タバコ吸ってる、そうタバコ吸ってる、僕らの自由も激しい、そう激しいよ、あのなんだっけ、こういうやつぐるんぐるんもできる、ぐるん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 しょ、いろんなキャラクターが集まって絵本が作れそうね、あ、そう、本当に登場人物がいっぱいなんです。寂しそうに壁から見てる、楽しそうじゃないですか、あのユニコーン、なんかそう寂しさを秘めてるかも。かのんちゃん、オラマルお気に入り、あ、お気に入りです、オラマル、最近はオラマルがお気に入りです、はい。ちょっとタバコくわえてるの、そういけないですよね、隠しモザイクかけとかなきゃ、楽しそう、え、なんかすごくすごく派手です、そうすごく派手。ユニコーンさんのお名前は決まってないです。ユニコーンさんのお名前つけますか。そういろんなお名前があるからね、忘れないようにしないと。ペットはいるの、います、ペットは鳥さんとあのリスさんがいて、そうリス吉さんって言うんですけど、リスさんは、リスさんはあのこの前ちょっと出てもらいました、リス吉さん、全然あの最初映ってくれなくて恥ずかしがり屋だったんですけど、最後はいいショットが撮れました。ユニマルかなまるまる、ユニマル、ユニマルやろ、ユニコーンのユニコ、あ、ユニコ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 ユニコーン、ユニコーン、ユニマル、ユニコ、何がいいかな、みつきちさん、違います、違います、違いますよ、みつきちさんじゃなくてリスキチさんです、はい、我が家にはリスキチさんがいます、リスキチさん、リスキチさんは贅沢なんです、リスキチさんはいろいろ食べさせてもらえるから、ショールームに出るとあんまり出しちゃうとダメです。そうでちょ、そうでちょ、そうでちょ、リスキチさんじゃないですよ、リスキチさんです、リスキチさん元気、元気です、もう寝てるかな、リスかわいいよね、はい、かわいいです、そうだ、リスさんの置物、リスさん、え、置いてきちゃった、そう、リスさんかわいいです、お友達から前リスさんのこれぐらいのいただいた、かわいかった、リスさんは本当にかわいくて
あとはね、あの子供が生まれたんですけど、うちのリスちゃんの間で、そう、その時はもうお母さんは子供たちはもう里親にと、あのお友達のところとかに、そう、引き取られてたんですけど、お母さん大変そうでした。声が可愛いから早くラジオでも聞きたいです。本当ですか、ありがとうございます。機会があったら子供たちに本の読み聞かせや読み芝を見せてあげてね。なるほど。ビスキッチさんめちゃめちゃ食べますけど、そうなんです。でも全然出てこないんです、肝心の時に出てこないんです。ビスキッチの兄貴、兄貴ビスキッチに変身、お、ズコー、ズコー、変身した、ズコーってしてます。ほのちゃんの歌声聞けてバッチリ目開けて聞いて、ね、寝てました、寝てましたか、ダメじゃないですか。あれ返信できたの、え、できてますよ。そう、ミスキチさんに返信、ズコ、登場はズコなんですね、きっと大変だ。赤ちゃんリス見た、うん、そう、赤ちゃんの頃もっと可愛いんです。ちょ、のさ、グルジーああそう、この子すごいですよ、いっぱい手とか足がくっつくんです。ほら、リスキチさんたまに逃亡するんだよね。そうなんです、リスキチさんたまに逃亡するんです、いなくなる、だから頑張って捕まえます。今度あっち行った、今度あっち行ったとか言って大変です。オラマルに噛まれた、噛まれてない、オラマルはそんなことしないです。リスキチに噛まれます。リスのブリーダーさん違いますよ。リスキチさんは出演料持ち逃げ、リスキチさんは、あ、でも最後ちゃんと出てくれたんで大丈夫です。あと5分で、そう、あ、早い早い。リスキチ噛むかい、そうなんです、怒ってる時は噛みます、怖い怖い、タイガーキーになるとね噛んじゃうんですよ。では今日もありがとうございます。そう、もう55分、ランキング読んでいきます。うんと、はい、では13位から読ませていただきます。13位、キューリーフォーさん、ありがとうございます。12位、たかゆきさん、ありがとうございます。11位、つよぽんさん、ありがとうございます。10位、お茶さん、ありがとうございます。9位、ディノッツォさん、ありがとうございます。そして8位、ていちさん、ありがとうございます。7位、無敵さん、ありがとうございます。6位、やすとしさん、ありがとうございます。5位、原哲さん、ありがとうございます。まだ大丈夫。そして4位はねもさん、ありがとうございます。そして3位、すえひろさん、ありがとうございます。そして2位、ともたろうさん、ありがとうございます。そして第1位、阿部ちゃんさんです、ありがとうございます。どうもどうも、こちらこそありがとうございます、ありがとうございます。今日も見に来てくださってありがとうございました。本当に早い、そう、本当に早い。そう、明日2回、そう、明日は10時からと18時30分からです。頑張って、そういうとこあるよね、踊るんで、ぜひ見に来てください。ピーチソーダ聞けてよかった。
ありがとうございます。嬉しい。おやすみなさい。明日は2回公演。そうです、明日2回やります。今日最後まで見た、よかった。はい、明日は楽しみで、ありがとうございます。よし、じゃあそろそろもうお別れの時が。最後はまた小屋ねまた小屋ね、起こしてね、起きてください、頑張ってそう、起こしますかのも、どうやって起こしたいんだろう。ぜひ来てください。明日は10時からと、第1回が10時から、第2回が18時30分から。名古屋弁、そう、名古屋弁は多分ちょこちょこ出てると思います。また来ようねまた来ようね、また来ます。ありがとうございます。はい、明日のダンス配信も頑張ります。11時は僕の今夜、そっか。またね、バイバイ。おやすみ、おやすみなさい。あ、そうだ、少しでも気になった方ぜひフォローお願いします。はい、おやすみなさい是非よろしくお願いします。どこ、あ、はい、ではまたね。